前回のおさらいです。千葉県我孫子市にあるアニマルショップカフェバーのパライゾさんにて巨大サイズのバジェットガエルをお迎えしてきました。動画を見てくださった皆さんから結構反響があり、今日はそのお迎え後の様子をお届けします。世界カエルいびくわれ協会の虫です。こちらにいるのは最近ね、僕がお迎えした丸目タピオカガエル、一般的にはバジェットガエルの名前で知られています。で、今日はね、この子を迎えしてから3日目の日になります。3日経って水が濁ってきましたね。現状ね、この水をきれいにしてくれるバクテリアみたいなものは定着していないはずなので、まあこうなってね、当然だと思います。やっぱりこのアクアリウムをねやっている身としてはね、この白く濁ってる水槽ちょっと気になりますね。結構嫌です。隣の水槽ではね、グッピーを飼っているんですけど、こっちのね水槽はバクテリアがうまくね繁殖しているので、水がね濁らないで、こうやってキープできています。まあ定期的にね、このグッピーの方の水槽の水をね、ここに入れることでバクテリア連れてくることができるんで、まあ徐々にね連れていこうかなと思います。通常2週間ぐらいあればバクテリア定着するんで、まあちょっとずつね、綺麗になっていくかなとは思います。バジェットガエルをお迎えして4日目になりました。意外とこの水透明ですよね。バクテリアがね繁殖してきている証拠です。一から水槽を作った場合、4日でねここまで綺麗に透明になることは少ないです。ただ僕のね家は他にも水槽があって、そこの水槽からお水をすくって持ってくれば、その水槽にいるバクテリアごとね持ってくることができるので、立ち上げたばっかりの水槽でも比較的ね早くバクテリアの定着をさせることができます。この水槽の中の水はお迎えした時に汲んであった水からまだ1回も水替えをしていません。このまましばらく飼育すれば、まあ、いずれ苔は生えてくると思うので、定期的な水替えは必要だと思います。お迎え初日はこの床にね何も敷かないベアタンクという飼い方をしていたんですが、バジェットガエルが立ち上がって水上で呼吸する時に足元ね何も引っかかりがないとツルツル滑っちゃって、まあ、うまくね呼吸ができない、まあ、体力消耗をしてしまうんじゃないかと思いまして、ブラウンソイルを3センチぐらい敷きました。足元にソイルがあることで、こう爪が引っかかって水上にね簡単に上がることができて、呼吸もね楽々できるというような感じになっています。水性のカエルにこういった床材を使うと、このね床材を誤飲する可能性っていうのは出てくるんですが、このバジェットガエル体がとても大きいです。それに対して、ね、一個一個が小さいソイルを仮にね飲み込んじゃったとしても、だいたいね1ヶ月ぐらいあればうんちと一緒に排出されます。これはね別のヒキガエルとかでも僕実際に検証をしてあるんですよね。石を飲み込んだヒキガエルがどれぐらいのね期間を経て石が排出されるか、ちゃんとね毎回排便があったらねうんちをちゃんと中見て石がね含まれてないかどうか確認したりねしたので、まあ、おそらく大丈夫だと思います。餌をあげるときはなるべくね水中ではなく水上の方であげるっていう風な工夫をすればね誤飲することはないかなと思います。はい、であと水槽ね手を加えたところもう一つあります。それはここですね。はい、セパレーターです。仕切りです。仕切りをこのね水槽内に設けました。そうすることでこの仕切りの中にヒーターとブクブクエアレーションを設置することができました。このエアレーションによって発生する水流が、まあ、少しね滑らかになってこっちに伝わって、あんまりこのねバジェットガエルに水流が伝わらないような環境になっています。